こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ず持ってるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、女性って男性を選ぶときに、男性が女性を選ぶ以上に不安もあるし慎重なんですね。っていうのも、女性っていうのはね、何度も言いますけど、一度にね、一人の子供しか身ごもることができないので、もう生物的に慎重になる生き物であるんですよ。なので女性が男性のどこを見ているのかっていうのをしっかり男性は知る必要があるんですね。そして選ばれる男性っていうのも、この特徴っていうのを知ってか知らないかわからないですけれども、必ず、やっていることであります。なので今日はあなたが好きな女性に、好きな女性から選んでもらうことができるように、女性が選ぶ男性の特徴5選というお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方をお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてるのと、 YouTube よりももっと詳しい話をさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では女性が選ぶ男性の特徴5選、まず1つ目、素を見せてくれる、要は本音でいるということですね。もうこれ男女ともにそうですけれども、好きになった、誰かを好きになっちゃった場合、なんかかっこよく見せようとか、なんか嫌なとこ見せたら嫌われるかなとか、嫌われたくない、嫌われたくないと思って、なかなか素の自分っていうのを見せれないっていう人多いと思うんですよね。でも素のあなたが素敵なんですよ。カッコつけたり、ね、もちろんね、いい意味でカッコつけることはいいんですけれども、でも、のびのびと自然体に楽しそうに会話をするとか、その素の部分、要はいいところも、そうではないところも、ちゃんと話をしてくれる部分っていうのを人は見たいわけですよ。もうね、物語を見るときに、もう何の障害もない物語ってつまんないじゃないですか。だから、いいとこしかないですみたいな人って、一緒にいて面白くないわけですよね。いいところもあって、そうではないところもあって、それを共有できるのが楽しかったりしますので、ぜひ自分がカッコつける場所はカッコつける、だけど、抜くところは抜くみたいな感じで素を見せるっていうことをぜひやっていただければなと思います。本音で話すって感じね。はい、そして2つ目、話を聞いてくれるです。女性ってね、話したいんですよ。話したがりなんですよ。男性はね、聞くの大変かもしれない。だって女性の会話には結論もないし、話あちこちに飛ぶし、何言いたいかわかんないし、ごめんね。だけど、でも女性は話を聞いてくれるだけで安心するんですね。女性って喋りながらいろんな情報をまとめてるんですよ。脳の回路ね、神経回路を繋いでるわけ。だから、あ、今回路繋いでるなくらいに思って聞いてあげてください。真剣に全部聞かなくていいです。相手の女性が楽しかったとか嬉しかったとか、そういうね、動詞のとこだけ見れば OK なので、ぜひね、話を聞くということをする、聞くふりでもいいので動詞だけ聞く、はい、楽しそうに聞く、これやってみてください。はい、そして3つ目、頼れるです。女性には、ね、妊娠をするかどうかわからないですけど、人それぞれだけれども、でも、子供を産む期間があるという DNA が組み込まれてるわけですよね。で、その期間、どうにもできない期間があるわけですよ。例えばもう臨月の妊婦がもう全力疾走することはできないわけですよね。なので、頼れる人物っていうのがいないと不安なんですね。なので、あなたがそんな頼れる存在になるということはすごく大事で、女性にとって頼れるっていうのはどういうことかというと、まあ、話を聞いてくれるも頼れるの一つだし、あとは感情のコントロールができるっていうのも頼れるの一つ、あとは何か導いてくれるっていうのも頼れるの一つだったりします。その時々で相手の女性がどんな風に頼りたいのかっていうのをヒアリングする必要はあるんですけれども、そういう男性になるということを意識していただければなと思います。はい、そして4つ目、話が合うです。これお互いにそうだと思いますけれども、話が合わない人と一生一緒にいたいとか、付き合いたい、話が合わないけど超付き合いたいとは思わないですね。特に女性は思わないです。なので、話が合うところを見つけてください。もうどんな人間だって、もういろんな経験してきてるわけですから、何かしらの共通点だったりとか、何かしらこう共にできる盛り上がれる話ってあるはずなんですよね。なんだけど
けれども、それを見つけることができなかったら単純に話が合わない人イコールつまらない人イコールなしみたいな風になっちゃうんですよ。で、選びたいとは思わないですよね。だけど、あ、なんかこういうところで話が合うなっていう記憶を一つでもいいからつけることができれば、それが相手の記憶として定着して話が合う人って思ってもらうことができるので、盛り上がれる、二人が盛り上がれる話っていうのを見つけ出すっていうのもね、してみるといいかなと思います。はい、そして5つ目、こだわりが少ないように見えるです。少なそうに見えるって感じかな。で、こだわりがあってもいいんですよ。あってもいいんだけれども、生活に対するこだわりが強すぎてしまうっていう印象があると、一緒に生活しにくそうだなとか、女性っていうのは付き合うイコールどこかで結婚とかもちらちら考えてはいるんですよね。なので、こだわりが少なそうに見せるということは大事です。で、もし今あなたがこだわっているもの本当に必要かっていうのを考える必要がありますよね。本当に必要じゃないんだったら手放してみるっていう手もあります。こだわりがありすぎると生活面で疲れそうだなっていう印象を与える、疲れそうな人と一緒にいたいとは思わないわけですよね。なので、こだわりがある人は本当に必要かっていうのを自分自身で見極め、本当に必要でないのであれば捨ててしまう、手放してしまう。で、やっぱり必要だなって思うようであれば、それは自分の中だけで解決できる範囲で伝えるっていうことをしていくといいかなと思います。はい、ではおさらいしますね。女性が選ぶ男性の特徴5選。まず1つ目、素を見せてくれる、本音で、ね、話してくれるんですね。2つ目、話を聞いてくれる。3つ目、頼れる。4つ目、話が合う。5つ目、こだわりが少ないように見えるです。この5つしっかりね、皆さんの血肉にして、自分もそれになれるようにしていただければなと思います。はい、では今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。今日も皆さんに質問をさせていただきます。皆さんは何色が好きですか？私は白とかピンクとか、もう大体白とかピンクね、もうほんとテンション上がるんですよ。もう白とピンク見てるだけで、もう白、あー素敵、ピンク、あー可愛いみたいなね、感じに思います。皆さんがこうキュンとくる色とか、例えば男性だったらカチッとするとか、なんかかっこいいなって思う色とかあれば、ぜひ教えていただければ嬉しいです。コメント欄にぜひコメントしてくださいね。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスの友達を募集してます。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、 YouTube よりももっと詳しい話をさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。